小話。どうも皆さん、おはようございます。黒みどろ工房の白い引き出しと小目玉です。小ボラジは黒みどろ工房が毎週月曜日にお届けしているラジオです。今日のメインパーソナリティも白い引き出しです。よろしくお願いします。よはい、というわけで今日は白米コンビのコボラジです。はい、初めての初回やね。初回やな。ついに来た白米コンビ来ました。いや、今日はね、あの、喋りたいテーマがあって、お米と。はい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 。何かっていうと、なんか私、うん、お洋服のこととかメイクのこととかはお米と喋りたいっていうのがあるねんな。はい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 。で、ちょっと今日はそのお洋服とか、そのファッションとか、まあ、おしゃれやな。はいはいはい。おしゃれに関するハードル高そうな感じがする。そう、おしゃれっていうか自分がテンション上がる服装とか、はいはい、なんかメイクとか、なんかその話について。なるほど。そう、ラジオでまあ話せたらいいなと思ったんやけど、まあ理由として、はいはいはい、うん、なんかやっぱり大学の時にお米が、うん、おしゃれ番長っていうよりかは、うんうん、なんて言うんやろうな、すごい自分の好きっていうのでさ、はいはいはい、お洋服を選んだり着たりとかしてたし、作ったりもしてたやんか。そうね、自分でやってたね。そうそう。し、あの、黒みどろの中でメイクしてるのが私とお米やん、うんうん、まあそうやね。最近もしてる？もうずっとしてる、あれ以来は。いや、だからね、ワンちゃん、うん、私よりもメイクうまいんちゃうかって。いや、ないない、大丈夫、ないない。いやいや、だって私それで言ったら、はいはい、ここ2ヶ月かな、うんうん、肌断食っていうやつをしてて、うん、ああ、まあなるほどね、大事やね、実際でも。そうそう、お肌に何も塗らない、メイクもしない、化粧水もつけないっていうのがあったし、そこまでやるんや。はいはいはい。そうそうそう。やり方間違えたら、あの、うんうん、肌荒れにつながるから、みんなやるときは調べたりとか、うんうん、あの、ちゃんとね、やらなあかんねんけど、うんうん、なんか、まあ、最近あの、さすがに日差しが強くなってきたりとかして、はいはいはい、あの、日焼け止め塗ったりとか、うんうんうん、でお店に立ったりとかお仕事をするようになったから、うんうんうん、まあ、ちょっとはメイクしてるんやけど、はい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 、最近会ってないやん、私たち。そうね、もういつぶり？多分12月から会ってないよな、多分それぐらいやな。半年経ってて、くさ、やばもうそんな経つんか。えぐいな。えぐいね。そう思うとすごいな。いや、だからきっとお互いの趣味とか、なんていうの、好きなものとかって変わってると思うねんな。うん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 。だっていまだにやっぱ私の中で米玉って言ったら大学の時の印象が強くって、あれって何って言うんやろ、韓国？大学の時のさ、うんうんうん、お米の服装って。あー、うん、どうなんやろう、多分最初、多分韓国。あー、きっかけは韓国？そうやね、もう本当に、うんうん、なんか中学生とかからずっと K-POP 好きやったから。あ、そうなんや。そうよ、中学からなんや。中学からやね。小6ではなかったと思う、中学入ってでから中高大、うんうん、ずっともうそれ一筋やったから。そう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 、そうか、うん、だから逆に言うと、あの、ボカロとか、うんうんうん、そういうのには逆に通ってないかったりするぐらいにはずっと韓国の音楽聴いてたから、うんうんうん、まあ、ファッションとかも当然向こうの人たちのが好きで最初は着てたけど、うん、多分がっつり服好きになった時の、うん、なんやろ、聞きたい、服装って多分韓国じゃなかったと思うよ、多分。はいはいはい。どっちかっていうと多分原宿系。なるほどね。やと思う、多分。うん。ああ、なるほど。ジャンルに当てはめるとしたら原宿系みたいなね。確かに確かに。なんか初めて、あ、この人かっこいいな、真似したいなと思ったのが、だから原宿のアパレルの、うん、ショップの店員さんやったから。いや、ほんまやな。なんかインスタ。あ、そう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 。見てたの。この人かっこいいとか言って。で、うん、そのお店の、なんやろ、店員さん見てかっこいいってなって、うん、で、そのお店の
SNS インスタか見るようになって、うんうん、で他のショップ店員さんとか見るようになって、なんかそういう系統の服が好きになっていってって感じやったから、多分どっちかというと原宿系なるほどね、だし、うん、服のジャンルで言うなら多分パンクやと思う。多分パンクロック、そうやんな。だって結構多分見せてもらったインスタの店員さんがピアスが、あ、そうそうそう、どえらいとこについてたりとかしてんかったっけ。そう、ついてついた。で足もめちゃくちゃメイクしてある人もいっぱいいたし、うんうん、そうやんな。そうそうそう、で全身黒でアクセサリーじゃらじゃらでチェーンいっぱいついてますみたいな、うん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 、そうそう、尖った人たちだったから、うんうんうん、どっちかっていうとパンク系かな多分。そうやな、そうやな、うんうん、まあ、でもその時の好みがさ、今のお米のさ、うんうん、ビジュアル、キービジュなんていうんや、うんうん、パチ、はい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 、にちょっと反映されてるような。あ、まあ、そうだね、めちゃくちゃ残ってるねやっぱ、うんうん、なんかそこであれかな、服さ、なんか、うん、多分ちゃんと好きになったのが多分大学2回生の時とかぐらい、はいはいはい、に初めて好きになったというか、あ、これやなっていうのが見つかったんよ、うん、自分の中で。最高やん。そう、それまでなんかなんやろ、流行りの服みたいな、うん、着たりとか、なんか、うんうんうん、みんなが着てる服を真似して着てるみたいなのが多かったんやけど、うん、その2回の時のきっかけを経て、うん、なんか、あ、自分はこういう服が欲しい、ちゃんと、なるほどね、そう、なんか思って服着るようになったりとか、うんうんうん、買うようになったりしたかな。そのきっかけは言える？あ、そうね、友達がなんか黒いスカートを履いてたのがきっかけだったかな俺は。あー、わかる、誰かわかる、誰かわかるわかるわかる、そう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 、もうなんかビジュアルバンド好きな子がね、なんか黒い、うんうん、まあ、スカートみたいなボトムを履いてて、男の子やけど履いてて、うんうん、わかっけーなーってなって、うん、そう、似たような服を探し始め、はいはい、でここのなんかどこで普段服買ってるのみたいな、うんうん、で聞いてここやでって教えてもらって、はいはいはい、でさっきのあれかな、あのインスタ、東京のアパレルのあれにつながるっていくって感じかな、うんうん、あー、なるほどね、そっちが先なんや。そうそうそう、ほんまにそこが先かな。あ、確かに、なんかお米っていうと韓国のイメージが強くって、うんうんうん、なんか韓国って勝手に思ってたけど、そうやって言われたら確かに原宿系というか。そうやね、なんか韓国ってむしろシンプルな服多い。そうやんな、かな、そう、うんうん、韓国で言うならなんかどっちかって言ったらステージ衣装系やと思う多分。はいはいはい、そうやな、そうやな、そうそうそう、なんか破れてたりとか、そう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 、チェーンがつながってたりとか、そういう感じやんな。ちょっと派手っていうかやったから、うんうんうん、どっちかっていうとなんかいわゆる一般的ななんか韓国ファッションのなんかなんていうの、おしゃれって感じだとさ、うん、なんか普通にもう淡い色のデニムに、うんうん、スニーカーに、はいはいはい、ちょっと大きめの T シャツとか。そうやんな、そう、めちゃくちゃシンプルなやつが逆に多いから、うんうんうん、そっちではないから多分俺は。確かに確かに、そう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 、そうかな、だいぶ尖ってたしな、今見てもすごいなって思う大学の時も、ま、うん、いや、もう無理やな、私好きやったけどなもう無理やなって思う。あ、そうなんや、あんなつけられへんなと思う。よくバスのなんか、なんか座席とかに挟まってたしな、チェーン、なんか絡まってたよな、よく、うん、取れへん取れへんっつって一旦ちぎるわっつって引きちぎって降りてたもん。やばすぎる。うん。でもだいぶいかつかったと思う。そうやな。うん。もう歩くたんびにジャランジャランジャランって。あ、そうそうそう。だから来たらわかんねん。そうそうそう。あ、お米来たなって。階段降りたらな、だって降りた先のホームルーム入ろうと思ったら大体みんなこっち見てたもんな、音符とか。うん。ジャラジャラ聞こえてた。そうそうそう。懐かしい。ね。うん。え、じゃあメイクをするきっかけになったのは？うん、なんかある？メイクはもともと抵抗なかったんよ、それこそ韓国のアイドルずっと見てたから。あ、まあそうかそうか、そう、向こうの人はみんなメイクするから、うんうんうん、ステージ立つ時とかは、だから別に抵抗なかったんやけど。あ、そうやな、ステージ立つ時って多分、そうそう、日本でもやらはるもんな、うん、やらはるやらはるから、別に見てたからずっと、それそもそも抵抗なくて。あ、そうかそうか。でしようと思ったのが、うん、なんやろ、卒業してこう、うん、なんかちょっと暇やったからっていうのが大きいかも。へえー、面白い。暇やったからなんや。そう、なんか、うん、なんかしようかなってなって、うんうん、一回メイクしてみるかってなったのがきっかけかな。そもそも似合わんかなと思ってたんよ、メイク、あんまり。ああ、なるほどね。そう、なんかやっぱメイクっていうとどうしてもさ、なんか
おかまみたいなイメージあったりするやんか、やっぱ先入観。あ、まあそうやな。だから私たちが、ねうん、数年前は特にそうやんな。そうそうそう、今はもう結構普通やんかメイクって、うんうんうん、多分。でも俺が多分始めた時ってまだ全然やったから、うんうん、そうそうそう、まだなんかそっちのイメージが残っちゃってて、うん、手出してなかったんやけど、なんかやってみたいなと思って、うん、めっちゃいいと思う。興味はあったから、うんうんうん、やってみようって思って始めたのがきっかけかな。うん、初めて化粧下地塗った時の感動は覚えてるわ。あ、そうなん、うん、どういう感動？すげえってなった。なんか、うん、なんやろ、鼻で悩むこと多かったんやけど、うんうんうん、なんか綺麗にならんかなと思ってたんやけど、うん、化粧下地塗ったら一気になんか、なんていうの、よくテレビとかなんかインスタとかで見るような、うん、なんかいわゆる陶器肌っていうの、なんか、うんうん、トーンアップとかするよな。そうそうそう、全然印象変わって、うん、すげえってなってめっちゃ感動したのは覚えてる、うん、いいね。そう、そっからメイクするようになったかな。そうか、うん、私なんか覚えてんよメイクしたあれなんて。多分女の子と多分また違うよな、男の子がメイクするきっかけとかって。そうやな、多分女の子がな一番最初にするんってアイプチやと思うねんな。はいはい、二重のやつね。そう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 。あの二重じゃなかったりとか、二重やけど二重幅が違う子とか、その目のまぶたに、うん、奥舞台の子とか、そうそう、なんとかしたいって思ってる子が多分やるアイプチを中学の時にやり始めて、うんうんうん、でなんかそこから眉毛整えたりとかして、うんうんうん、で描き始めてみたいな、はいはいはい、で日焼け止めは結構なんていうの、プールの授業とかさ塗ってたしあれやったけど、うんうん、多分最初は私はアイプチやと思うな。うん、やっぱまたちょっと違うよな、多分男の子と。多分そうやな、入りがな多分違うと思う。うん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 、うん、いやでもメイクはね私ずっと変わってないわ。いやでもいいんじゃない、分からへんくてさ。もう変えるの難しくない、正味。いや難しいし教えてほしい。でもメイクするときってだって大体出かけるときやからさ、うん、あの失敗できひんやん正味。そうやな、うん、なんかこういうのしてみようかなと思いつつも、いや事故ったらあれやしやめとこうっつって結局やらん、そう結局やらんかったりするんだよね。わかるわかる。そうメイクのトレンドとかも知らんしな。そうわからんね。でもほんまにでも最初マジで、うん、なんか俺もでも徐々にかな増やしてったの化粧品。そんな多くないけど、なんかハイライトとかコンシーラーとか使わへんけど別に、うん、はい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 、なんか最初下地だけみたいな、うんうん、でそっからパウダー、うんうん、パウダーのファンデ使って、はいはい、からあれかな眉描き始めてみたいな、うんうんうん、でちょっとアイシャドウやってみようかなみたいな、うんうん、ほんまになんか徐々に徐々にって感じかな。いやアイシャドウってテンション上がらへん。わかる、めっちゃ上がる。いやなんかさ、その化粧メイク道具が売ってる、まあ、それこそ薬局とかさ、うんうんうん、なんか大きい場所に行くといろんなさブランドとかいろんな会社のさ、あらあらあれ、うんうんうん、アイシャドウ あそこやばいよな。わかる、ずっと見てれるもん。なんかわいいと思う。かわいいよな、これめっちゃかわいいとかって。わかるわかる、なんか全部微妙に違うしな、やっぱり違う。そうアイシャドウパレットの形もかわいかったりするし。わかる、いいよな。なんか一回化粧し始めてからさ、白出しにあれば、うん、デパ地下行こうってめっちゃ誘われてたもん。なんか言って、あ、そう一緒にデパ地下行こうやって、見に行こう見に行こうって。まだかなってないな、 それな。まだやな、デパコス見に行こうよ言ってたな。なずっと言った。むしろあれやもん、なんかその初めてさ、なんか多分俺がメイクして会った日、うんうん、多分居酒屋やったっけ、ご飯食べてたと思うんやけど、私覚えてないわ。そう、うん、俺覚えてんねんけど、うん、なんか多分初めてちゃんとメイク初めて多分 2,3 ヶ月経って、うん、で初めてちゃんとメイクして友達に会うみたいな。そこに白出しも、白出しもいてて、うん、なんかもう出会って10秒ぐらいでなんか、うん、眉毛ズイーって見られて、うん、なんかこれ描いたんメイクしてんのってめっちゃ言われたの覚えてるわ。なんか白出し、うん、マジで、うん、描いたって言ったらうまいなって言ったの覚えてる。覚えてるめっちゃ。そうやねんの、なんかさ中学の時とかにそれこそアイプチし始めの子とか、うん、これな聞いてく女性の方は 100% 分かってくれると思うんやけど、うん、なんかアイプチめっちゃ見えてんでみたいな。はい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 、テープがね、やっぱ慣れてへんからさ、うんうん、
とか、なんかめっちゃ浮いてるよ、ま、アイプチめっちゃ浮いてるでとかってなったりとか、うんうんうん、眉毛の形が違ったりとか濃さが違ったりとかってもちろん最初やからあるやんか、うんうんうん、それを経ての今やから、まあそうね、お米が多分メイクしてきた時にほんまに上手やったから教えてっていやいや思ったんやったわまあでも難しいしな実際メイク、いやむずいよな、いやほんまにすごい、メイクするようになってからメイク上手い人ってガチですごいんやなって思うようになったもんなあ、ほんまに思う、すごいよな、左右対称なんて無理やし、眉毛とかめっちゃ難しいしな、無理無理、普通にそもそも左右対称って言うけど顔の左右がそもそも対称じゃないから、まあね、うーん、ね、でもメイクって奥深いなって思うよな、なんか自分がメイクするようになってから人のメイクめっちゃ見るようになったわ、でもああそうやな、そうやっぱなんか女性の人と喋っててもめっちゃ、うん、この人メイクうまいなとか見たりするし、あーうわー、もう会いたくないよお米に会いたくない、なんか気になっちゃうようになった、なんかテレビとか、うんうん、なんかインスタとかで見てもこの人メイクうまいなとか、それはあれね、男の人も女の人も問わず、うんうんうん、肌綺麗やなとか、しかも今インスタとか TikTok でさ、うん、結構簡単にメイクしてはる動画が出てくるやんか、はい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 、なんかほんまにこうやってやったらナチュラルで盛れるよって載せてくれてる人もいれば、面白おかしくバッって変身するやつとかさ、うん、あるいろいろあるやんか、うんうん、見ちゃうよなあれ、見ちゃうな、わかるわな、え、そんな粉振って大丈夫なん、すげー綺麗みたいな、普段なんかメイクどんな感じにしてますみたいな日常系のやつとか見てたわ、うん、俺も見る見る、わかるな、そんだけしかアイライン引かんのみたいな、あーわかる、そう、え、目尻だけですかみたいな、ぼかすんみたいな、そうそうそうそこ塗るみたいな、なるほどみたいな、あるよな、わかる、楽しいよなあれ、楽しい楽しい、私ももうなんか必要最低限みたいなメイクになっちゃったけど、でもメイクするようになってから、うん、あの外すっぴんで出れへんくなった普通に、あマジ、うん、出れへんくなった、全然無理やなってなった、私平気で出た結果中学生かと思ったって言われたよいいね、若々しいねおいって言った近所のスーパーにお昼買いに行くだけでもちゃんとメイクするようになったな、マジですごいな、うん、でも釣り合わん時間がメイクめっちゃ、そう1時間とかかかんのに結局30分ぐらいで帰ってくるっていう、いや大変なんですよ、そうなんですよ、メイクする人たちは、そうなんですよ、そうなんですよ、そうなんですよ、本当にお金かかるし、お金かかるしな、うん、びっくりした最初、あーこうなんか別に高いの使ってないけど、うんうん、普通に薬局とかで買えるやつ、プチプラかな、まあ、うんうん、いわゆるあの K から始まるやつとか、はいはいはい、 K の4文字の黒いやつとか、うん、好きやから、ケントとかね、あそう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 、ケントのみたいなやつね、そうそうそう、なんで隠してるのかわからへんけどまあ一応な、うん、まあ、そんな高くもないけどやっぱな、なんていうの、生きていく上でプラスで払うもんやんか、な高くないけど痛いやんな、そう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 、で大体同じタイミングで全部コスト取りなくなるから、あそうそう、あれまとめて買うから、せやのに可愛いアイシャドウもあるし、そう困るやん、わかるわ、アイラインうまく引けた時一生テンション高いもん可愛い今日綺麗やわつっていいな、うん、でもリップとかなんていうの、うん、マッツなんていうの、うん、ビューラーやっけとか、はいはいはい、マスカラとか、そうそうはまだ手出してない、あそうなんや、そうまだ、まつげ長いからビューラーしたらえらいことなんですよね、ちょっと思ってんねんけど、あ長いんやったらそれでいいかもな、あ逆にね、うん、なんかねめっちゃ長いらしい、今度見せてもらおう、うん、羨ましいって言われた、でもベロはめっちゃ短いんやんな、ベロめっちゃ短いよなあ顎まで届かへん、ベロベーってしても、顎ってのみんなが想像してるこの顎じゃないやんな、この なんていうの、ほんまに、あそうそうそう、あのなんか下ベーって出して、うん、ベローンってしても、うん、下唇下ちょっと下ぐらいまでしか下出てこへん、そうめっちゃ短いね、お米めっちゃ短い、俺あれやからね、あの上口の上、うん、にベロ上げてもつかへんから、はほんまにつかへんつかへん、ジャーって開けてさ、うん、あベロ上に口の中でベロ持ち上げたらさ、うん、あれつく上の口にって、うん、つくやろ、上顎ってこと、
あ、そう、ちの歯茎の裏か、上の歯の、うん、まあ、ちょっと下顎の引っ張られるけど、なんかそれも全然つかへん、なんか半分ぐらいしか届かへんから。すごっ。そう、でもいるんやって、下短い人。下の長さとか考えたことないもん。あ、長いはいるやん、なんか鼻舐めれる人とかさ。うん、いるいるいる。こりゃ長いがいたら短いおるよ。確かにな。なんでそっちはおらんと思ったよって感じが。確かにな、すごいね。まあ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 ね、まあまあね、うん、メイクはそんな感じかな。あ、でちょっと長くなっちゃうんやけど、うんうん、今の服装はなんか変わってる？変わったところある？あ、え、いつから？今ってそのあれ、最後に白出しと会った時からなのか。あ、大学かな。大学か。うん、うーん、卒業して2年後ぐらいからちょっと変わってきたかな。なんかちょっと落ち着いてきたかも、服装。あー、なるほど。パンク寄りやったけど。そうやね、今モードとかちょっと、はいはいはい、フォーマル寄りかな。なるほどね。うん、まあとりあえずなんやろ、あんまりメンズの服が好きじゃないから、一般的な、うんうんうん、なんかあの細めのボトムに T シャツ1枚とか。はいはい、はい、ああいう服装が俺は本当に無理やから。うんうん、なんやろ、ボトムはめちゃくちゃダボっとしてるか、あのスカートみたいにふわっとしてるか。はいはい、うん、で、絶対上着羽織る、ジャケットとか、うんうんうん、なんかローブとか、確かにコートとか、ね、そうっていうのがマストか。なんかなんていうの、服の重なりが好きやから、服の重なりとか服がなんかひらひらとか、はいはい、なんかゆらゆら動いてるのが好きやから、うん、そういう服着ることが多くなったかな。だから、うん、落ち着いてはいる多分。なるほどね、重ね着ね。そうそうそう、なんか装飾でガチャガチャとかなんかパンクみたいな感じはなくなったかな、うん、モード系が多いかな。だからモード系、みんなぜひね、モード系って調べてみてください。うん、モード系のスカートふわふわみたいな感じかな多分。普通のモードで調べたら多分ストレートのコートにちょっと細めのスラックスとかが出てくると思う。そういうタイプでもないから、なんてやろうな、結構ボリュームのある服着るよな。着る着る、ダボっとオーバーサイズの魔女みたいになってるもん。魔女ね。そうそうそう、ま、マジでほんまに立ち絵が、いやそうよ、割とあの感じやある、まあ、うん、うん、あの感じやね。お米はあそこまでファンタジー感はないけど、うんうん、割と近いよね。近い、まんまやね。髪も長いし、長い、センター分けやったし。今もセンター分け？今もセンター分けやな。髪は長い、なんか女の子のボブぐらいあるかも今長さ。あ、マジで？ショートボブぐらいあるかもしれん、横は。私よりちょっと短いくらいかかな。まあ今ちょっと伸びてるっていうのもあるんやけど、うんうんうん、せやな。でピアスジャラジャラでって感じやな。いいね。いや、まあそりゃね、変わるよね、好みはさ。変わる変わる、うん、変わるよ。フォーマルで行こう、フォーマルが、フォーマルで行こう、なんやろうな、うん、なんか黒で、まあ好きなやつ着てるけど、うん、やっぱなんかある程度の上品さも欲しいなって思ってるから最近。おお、なるほど。なんかネクタイとか締めたりする、普通に私服で。マジ？締める締める、気分でネクタイつけたりする。絶対可愛いやん。じゃあ今度あの会う時にネクタイお願いします。あ、はい、暑くなかったらな。それはそう、暑かったらマジで地獄やからな。だから夏苦手なんよ、もう絶対半袖で歩かへんから。そう、重ね着できひんやもんな。そうで、暑いから重ね着やめようとはならへんから、俺あんまり、うんうんうん、そう着るから意地でも。それすごいわ。そう、おかげさまで肌真っ白やから腕。絶対私の方が黒いよ今。今そうかもしれへんな。やばい、マジで白いと思う。この前家族写真撮った時俺だけ白すぎてちょっとびっくりしたもん、ね。白飛びしてた。白飛びしてた。亡霊みたいなやつだもん、だって一回。マジか。うん、ほんまに白いと思う。インドアやな、黒みどろ。インドア多いよな。多いね。私もインドアやけど、私もさ大学の時は古着とかが結構好きで、うんうんうん、それこそオーバーサイズのものを好んで選んでたんやけど、うんうんうん、最近はなんかオーバーサイズももちろん好きやねんけど、うんうん、オーバーすぎが好きやってん前は。はい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 。けど、まあ、メンズの服を着るみたいな感じやな、うんうん、ダボ、もうザ・ダボって感じ、ダボってするのが好きやったけど、うんうん、最近は程よいダボっと感で、はいはいはい、まあ、それこそモード系も好きやし、うんうんうん、まあ某あのムンルシのお洋服とかはいはいはい、はすごい好んで着るし、
なんかすごくシンプルやねんけど形が可愛いみたいなものを選びがちかな。うん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 。パンツとかもそこまで大きいダボっとはしてないんやけどウエストの形が可愛いとか、はい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 、上服とかシャツを選ぶにしても普通の形じゃなくてなんかちょっと一癖ある形のものみたいなのが好きで、うんうん、着てるな。確かにそういう服多いね、白なしの服装って多い。しかも服買うときに、うんうん、これおこべが見たら白なしそれ可愛いなって言ってもらえそうみたいな、おこべに褒めてもらえんちゃうって思って買う。何それ買うね。別に何でも褒めるけど、そうこれなんかそれ子たち可愛いなって、私がさ、うんうん、どうこの服良くないって言ったら、まあ、うんうん、メンバーって全員さえいいと思うよってもちろん言ってくれるやん、うんうん、じゃなくてなんかヤッホーって会った時にえ、それだその服可愛いなっていう、もうお米から言ってくれるみたいな、はいはいはい、まあいい価値かな結構、そうそうっていうので、あこれは言ってもらえそうみたいな試されてるもしかして違うよそうなんかそのパッと見てただの白 T っていうよりかは、うんうんうん、なんかちょっとスリット入ってたりとか、はいはいはい、そうなんかシンプルやけどなんか形が可愛いみたいなのを選びがちかな、うんうんうん、最近はなんか袖口がキュッてなったりとかな、あそう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 やな、そうなんか一回白いシャツめっちゃ褒めた気するわ、なんかそれめっちゃ可愛いなっつって、あうんあれね、もうさちょっとキーヒンくなっちゃったんやけど、はいはいはい、はい、最近はうんうんうん、それこそ好みが変わって、うんうんうん、変わるよね好みは、変わる、でも年齢とかもあるしさ、うんうんうん、分かるわ、なんかその時のな自分のどういう自分でいたいかっていうのがあったりするから、うんうんうん、分かる分かる、その結果ね、うん、あそうやな、でその結果それ私は最近白 T にデニムを、分かる、デニムの裾をさ普通に折るよりもちょっと深めに1回だけ折るみたいな、はい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 、分かる、分かる、うんうん腕まくるみたいな感じで足の部分をくるくるってまくるんじゃなくて一、うんうん、回だけ大きく折るみたいな、はいはいはい、わかるわかるわかる、わかる、でちょっと足首見えるようにして、うんうん、はい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 、で白で濃いめのデニムで赤い靴下履いてなんかサンダル履くみたいな、はいはいはい、スポサン履くみたいな、はいはいはい、服を最近よくします。いいね、そう楽です、楽ですくそほんでパーカーをあの肩に巻く、あ、はいはいはい、たすき掛けみたいな巻き方をして、はいはいはい、わかるわかる、いいね、で最近流行ってるよなあれ、あれかわいいな、一時、ねね、シャツでも流行ったもんな、流行った流行った、シャツの子もいるね、シャツとかトレーナーとか、うん、やってたな、やってたよ、やってたわ、大学か卒業して1年ぐらいにやってた気がする、やってたやってた、かわいかったもんあれ、やろう、うん、あれ好きやね、最近全然やってないけど、最近は白だしがパーカーをくくってます、なるほどね、じゃあ俺ネクタイくくっていくか、やば普通にたすきがけやほんまもんなはいっつちょっと尖りすぎてて尖りすぎてるな、うん、まじまじと見ちゃうかもしれへんまたこれ以上尖ったら浮いてしまうかもしれん、いやもうちょっといや見てみたさあるけどな、ね、白だしもおしゃれやもんね、やったやった、褒められた、それらしもおしゃれ、こだわりがなんかちゃんとどの服にも一貫してある感じするからおしゃれやなと思う、褒められた、イエーイやったー、だってなんか決まってるやん、なんか系統が、あれなんていうの、うん、あれも着てこれも着てみたいな、あっちのジャンルも着てこっちのジャンルも着てみたいなせえへんやん、あんまり、あーそうやな、なんかレザー着ますとかさしえへんな、はせえへんやんか、なんかどの服見てもあ白だしっぽいなっていう感じがするから嬉しいです、うん、いやもうぜひこのラジオを聞いてる人でもうメイクしてる人やったらさ、うん、あのこれがおすすめですよとかさ、このアイシャドウ可愛かったよみたいなのがあったらぜひ教えてほしいし、うんうん、なんか自分がお洋服を選ぶ上での基準とか、うんうんうん、例えばさお洋服そんな興味ないけど絶対綿 100% がいいねみたいな、はいはいはい、あるやん、あるあるある、朝はちょっとチクチクするからみたいな、リネンはちょっとチクチクするから自分は綿 100% が好きやねみたいな、誰しもがちょっとこだわりがあったりとか、うんうんうん、おしゃれかどうかって多分正解不正解なくてないね、そう好みの話やから
なんか色もんは着いひんとか、だから逆に青色は好きで着るけど黄色系は着いひんとかっていうみんなが持ってる基準があると思うから、ぜひそれがある人はあのコメント欄に自分はこうだよみたいなの教えてくれると嬉しいです。そうね、おしゃれに正解ないわ、ほんまにそうやからな。いやマジでないから。そうなんか結局いろんな人の服見て勉強してたこと付き合ったけど、うん、やっぱなんか一貫して思ったのがやっぱり、うん、どの人もやっぱ好きで服着てる人がやっぱり輝いて見えるなっていうのはめちゃくちゃ思ったから。私絶対そう。そうだからなんか、うん、流行に乗ってるからとか、はいはい、高い服着てるからおしゃれじゃなくて、ちゃんと自分で着たい服選んで着てる人がおしゃれやなっていうのは俺は思ってる、はい、もうすごく大事なことです今のは。はい、テストに出ます。出ますここ配点100です。高いです高いです。そうコメント欄に悩みとかある人も書いてほしいかもな。なんかどうしてもうまいことコーディネートが組めへんとかさ。大丈夫、俺らこれハードル高くない？大丈夫、そんな大した。せやから、米玉さんは選ぶとき何を基準にしてますかみたいなのがあったら、あーなるほどね。そう第2弾取りますし。確かに、そう取れるね。まあ、私が一個それでアドバイスするとしたら、やっぱり清潔感は大事かなって思う。確かにな。どっちかやもんね。なんか柄の強い色とか服を着るならやっぱそっちに寄せるべきやし、清潔感にある服になんかそういうね尖った服とか柄物を入れようとするとちょっと難しくなってきたりするしな。そうね、本人のなんていうの髪型とかで変わってくるしね、似合う服似合わへん服とか。もう清潔感はね多分どこ行っても大事じゃない。その例えばなんか汚れてる服が汚れてるっていうよりかは、なんかこの人寝て20秒で着はったなみたいな。ああそうね、なんか顔洗ったあれへんやろうなとかさ、匂いとかさ、うん、あるやん。ちょっとそういう清潔感はなんか一定の基準があると思うから、まあそうね、そこは足した方がいいかもなと思うけど、選ぶ服とか合わせるものに関してはマジで正解ないと思うから、ぜひなんかあの服欲しかったけど自分には合わへんって思ったし買うのやめてんって人がちょうどいたりしたら今すぐ買いに行ってください。確かに、はい、ポチってください。似合う似合わへんはワンちゃん紙一重やからな。じゃあ似合う似合わへんじゃない、なんか似合わへんと見慣れへんは紙一重やと思ってるから、うん、ああそうやなそうやな。そうほんまに似合わへんこともあるけど、うん、なんかみんな、なんかな着てたらそのうちなんていうの慣れてきて、うん、似合うようになるかもしれへんしな。うん、もうぜひ楽しんで、そうね、おしゃれというかお洋服選んだりメイクしてみたりしてください、うん、好きな服着てください。うん、うん、というわけでそろそろおつみどろのお時間となりました。はい、こぼらずはお便りも募集してるのでよかったら概要欄にあるマシュマロにぜひ普通のお便りでもいいしリクエストでもいいし何でも大丈夫です、うん、送ってきてくれるととってもとっても喜びます、うん、ます。はい、よろしくお願いします。本当に気軽に送ってきてください。待ってます。待ってます。はい、というわけでお相手は白い木梨と、米玉でした。では来週の月曜日にまたお会いしましょう。おつみどろー。